それは天国の怒り、諸神の黄昏、星々を焼き払い万象を無に帰す。やがてその名のもとに灰と化した万物はその名を口ずさむだろう。真紅の騎士と最後の最後まで戦い続けるわよ。真紅の騎士は炎をまとって戦う戦士。その攻撃は強力な炎ダメージを与え、炎ダメージはコンボ数が増すほどに増え、燃焼状態の敵に与えるダメージも増える。通常攻撃は連撃であり、その4撃目で目標をノックバックさせる。コンボ数が一定に達すると影狼の幻影が現れ、与える炎ダメージがアップし、目標を燃焼状態にもできる。チャージ攻撃は攻撃ボタン長押しで発動できる。目標に十字弾で大量の炎ダメージを与え、ノックバックさせ燃焼状態にする。ランクアップ後は攻撃とともに必殺技の充電時間を短縮することもできる。チャージ攻撃は短時間内にもう一度発動するとオーバーヒート状態になる。オーバーヒート状態の時、炎ダメージはアップするけど一部の力が制限される。またオーバーヒート状態の時はチャージ攻撃が発動できないし、通常攻撃も EP を回復できない。極限回避後、素早く攻撃ボタンをタップすると攻撃が発動し、目標を燃焼状態にする。 QTE の発動条件は時空原則だ。出場後、周囲の目標に斬撃を続け、広範囲の目標を燃焼状態にする。攻撃ボタンタップで直接連撃が発動できるから素早く攻勢を始められる。烈焔粉塵、その剣撃は天国をも切り裂く気迫で、天から落とされた星のように大地を揺さぶり、海を燃やす。敵を壊滅させるほどの攻撃は前方の目標に範囲炎ダメージを与え、命中した目標を燃焼状態にする。連続で発動するときは2撃目を放ち、大ダメージを与えノックバックさせる。必殺技の発動は充電を1層消費する。充電は最大で4層まで貯められ、一定時間おきに1層回復する。充電時間はチャージ攻撃で大幅に短縮でき、必殺技終了時にチャージ攻撃のオーバーヒート状態もクリアされる。以上でも分かるように、チャージ攻撃と必殺技はお互いを補えるんだ。オーバーヒート状態に必殺技発動で炎ダメージアップ、オーバーヒート状態もクリアされる。その後チャージ攻撃で必殺技の充電時間も短縮できる。それじゃあ実戦を通して劣化で敵を倒す方法を見ていこう。まずは仲間の力を借りる、または通常攻撃でコンボ数を稼ぐ。全てのスキルが発動できる状態を作ったら、チャージ攻撃を2回連続で発動して目標を攻撃する。あとは必殺技を発動して目標を一掃してオーバーヒート状態をクリアする。これでまた一連の攻撃で敵を劣化に葬ることができるね。普通の人の身でありながら豪華の試練に耐え、神に反逆の剣を掲げる。その勇気で村田姫子は人類が無意味な存在ではないことを証明してみせたのだ。リタ・ロスバイセ、天命に仕える者、不朽なる刃副隊長。あのメイドは優雅に血の海の中で微笑み、刃を振るい天命の敵を狩る。その姿は暗黒のバラのように鮮血に彩られ、静かに敵の墓に咲き続ける。艦長様のために尽力させていただきます。あのメイドの武器は鎌だ。範囲攻撃を得意とし、1対1よりも敵が多ければ多いほど興奮するらしい。また回復にも長けているそうだ。重傷でも素早く回復し戦い続ける。それとランクアップ後は即死を回避できるようになる。厳しい戦況でうまく利用したいものだな。通常攻撃は目標に連続攻撃で物理ダメージを与える。また地名の印をつけることで目標を刻印状態にできる。印は20までつけられ、刻印状態の目標に与えるダメージが増える。通常攻撃は暗黒エネルギーを貯められ、チャージ攻撃につなげられる。
暗黒エネルギーが溜まれば攻撃ボタン長押しでチャージ攻撃が発動できる。鎌を前方直線上に投げ出し範囲物理ダメージを与える。チャージ攻撃は一定の HP を消費するが問題ない。攻撃後あのメイドは数秒間バラ状態になり期間中受けるダメージが減る。また通常攻撃の初めの数撃は一定の HP を回復できる。回避スキルは全時空断裂を発動できる。同時に一定の暗黒エネルギーも貯められる。極限回避後素早く攻撃ボタンをタップすれば残像が発動する。戦うメイドであるなら弱点をつけるものだ。敵が脆弱状態になればあのメイドも QTE を発動する。 QTE は敵に刻印を二重につけられる。もがき苦しむ魂よ、ここに永遠に眠りなさい。失礼いたします。あのメイドが断裁を行うとき戦場を席巻する刃は鮮血を花びらに変える。奇襲が戦場に残像とともに竜巻を起こせばあとは鎌を振り落として広範囲に物理ダメージを与え目標をノックバックさせ浮遊状態にするだけだ。必殺技が目標に命中した時は一定の HP も回復できるぞ。艦長様、お茶などはいかがですか？うん、実戦も必要なのか？まずは目標を集めて脆弱にしてもらい QTE で出場する。通常攻撃で刻印を二重につけて暗黒エネルギーを貯める。溜まったら位置を調整してチャージ攻撃発動。華々しさの中で敵を葬り去るといい。天命に使えるものは世界の命運に使えるものであり、その悪行も殺戮も許される。なぜならそれらの全てが命運の意向なのだから。